さあサイドオーダーやっていきましょう。今回はですね、最後のパレットの、リセットしようかなということで、シナリオの最終編みたいなもんですね。で、最後に残したのはシューターですので、オレンジ染めでやっていきたいと思います。で、最高記録ね、見ての通り直前でなんかやめた感がありますね。まあいろんな動画を作りたい欲があるんですが、今回は1動画でね、30分ぐらいでサクッとコンプして終わろうかなと、そういう予定でございます。なので急げよ。おっと、邪魔邪魔。なので今回は薪で行こうぜ。上がって上がって、ほら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 、言うてもう遅い。いい感じにホームランですな。ジャスト、いいねいいね。軌道を生かした素晴らしいゴールでね、サイドオーダーって急げば本当に30分ぐらいで終わるんですよ。1マップ1分って考えたらやばいな。どんどん行こうぜ。メイン射程、塗りラッキーコンボ、どっちでもいいけどこっち行こう。普通だからね、お金いっぱいもらえる。この辺の選択も迅速に行きましょう。まあオレンジ染めとかだったらオレンジ取っとけばいいから、選択は早いかもな。行きます。逃げる敵を倒せ。なるほど。さあ詰まってんじゃないの。 OK、 ロード時間も込みだと12秒でクリアってのはいいペースですね。ゴリゴリ行くぜ。爆発サイズ行きましょう。使うんかこれ。でもね、ポータルの爆発にもこれ影響あるはずです。でオレンジがなかったらリセットでグイグイ行くぜ。なので火力自体は上がらねえかもしんねえ。あ、これ楽なやつだ、助かる。止まらないで止まらないで、よいしょ、おいおい、行け。ついでに僕も一応応援には行くぜ。飛びすぎてるパターンかもなこれ。おいったか、よしよし、一発でいってるね。そう、一手でいけるコースなんですよ。ただ微妙に角度が違ったりとかでずれたりするんですね。21秒もかかっちまった。さあありますね。遅くした敵ダメージ強化、火力はこれでしか今回上げれそうもないな。あとは爆発、爆発だからなんかそれにまつわるスペシャルに変えてやればいいかな。ウルショはさすがに爆風じゃなさそうなので。おれ、どう？入ったと思ったけど残念な感じになってんな。おい、ちょっと君邪魔。そこまで飛んだか、よし OK。 でこれをそのままぶっ飛ばしていく。あとは自動で吸ってくれるでしょう。 OK、 よし。素のステータス上がってから意外とすっぴんでも戦える。初期に比べれば、そう、スペックが違いますよ。で、遅くした敵ダメージ上がってますから、捕らえてやれば、火力は出るはず。問題は、ボス戦の火力だね。塗りドローンゲージとかいう意味のないものを取ったが、まあ、これはあれだな。後半ドローン取れたらいいな。いきます、ポータル壊せ。よし、まずは1個いただこうか。うり、やべ、欲張ったか、やっちまったー欲張りすぎたわ。結局ロスったけど、まあ死に間際に1個壊せたので、よし。でこの爆風範囲やっぱ広がってるこれ。さーて、ポータル壊す時はもうほんと強くなってねえからな。よし、ほれ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 。でもまあまあまあ早い。大幅にロスった上にデスっちまったから、自販機で残機が売られてしまうね。つまり抽選で若干損をするようになってしまった。困ったもんだね。会話パートはもう見飽きたぐらいだぜ。で飯田さんはあれですね、無駄にゲームの難易度上げちゃう系女子のようですね。
よくないと思うぜ。実際スプラトゥーンとかもなんだかんだガチでやってる人にとっては恐ろしいぐらいライトに遊んでいる方の方が多いですからね。ゲームってそういうところある。さて塗りが広がるだろう。一気に仕留める。すごいところに乗ってらっしゃるぜ。俺俺俺メインコーン。マイク録画が止まっていましたね。今音合わせをしておこうか。じゃあほいほい。いやめちゃめちゃ止まってたのよ。さすがにやばいって思った。さあ7回です。だからもしかしたら今の6回の攻略何も喋ってなかったんじゃねえのってぐらい。ういっ。さあ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 、まあ、簡単なマップですからこそとっとと終わらせようぜ。で塗りが広がってるということはスペシャルが一気にたまるだろってこと。で射程もちょっと伸びてるから体感伸びてるよな。もう取ったの忘れたぜ。欲しい。そう30分以内にクリアしたいと言った身としては録画時間見て管理してたんだけどなんか止まってたから。お貫通いいね。行きましょう。貫通は文字通りですよ。一体分貫通してくれたら火力が足りるね。そう大量にザクが押し寄せてきても大丈夫だとか言ってたらただただ塗る。おっとタコで移動しない。はい、まあこのステージなら大丈夫でしょう。来いよ。おら、まあこのボーナスは破ってもいいんで。というかあれだ、ハッキングの効果のおかげで簡単なマップは敵が弱った状態で出てきていますね。貫通効果もあって処理が楽ちん楽ちん。インクは結構シビアですが OK クリアですね。というかエリア系がかさむと時間がめちゃくちゃ持ってかれるぞ。これロスったぜ。8の字だけは選ぶなよ。そういうマップがあるの。8の字はやべえ。おいいね。逆三角形。あここ超楽。これ超楽。激ムズ詐欺です。さあしかもこれで射程をダブルでもらえちまうから最高だね。ポータル壊せ。見ての通りこれを1個壊しいの、こっちも壊しいのっていうただそれだけのマップ。よっよっ。ちょっと来るの早すぎた。でもゴリオスこれが激ムズだぜ。ありえねえ。喜んで選びますとも。いよいよボスですね。早いもんだ。火力は上がってないのでいかに弱点に弾を当て続けるかですかね。でちなみに今回はパレットの初期化でしたっけ、ラストなんでシナリオもあります。どうせ何か隠れてるんじゃろ。前回で言うとなんだ夢の中の3号かなんかでしたっけ。おおこれか。貫通あるしこれは余裕だわ。ほら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 いっぱい入るぜ。うれっ。おっと、あーこれはやばいな。最低限の弾を撃ち、危ね危ね。おれ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 。これでも壊れないとはやるね。やばいやばいやばい。そろそろインク休みたいぜ。敵が飛んでくる。おおいっぱい飛んできてるね。ですがどうってこと。おっとせっかくのチャンスにインクがないとは。回復もせえからな今回。で上に貫通するからとりあえず雑でもいいから下から撃つといいぜ。そしたら2段分当たるからな。割と早いんじゃない。いい感じいい感じ。さあ
でも記録更新ならず。威力アップも欲しいよな。まあその辺はオレンジを取り尽くしてからだぜ。ないな、自販機行くか。というのも残機買うの早めの方がいい。上に行くほど高くなっちゃうから。もう絶対やられませんから。本当？本当。にしてもせわしない感じでごめんなさいね。体感ジェットカット状態。あれ残機売ってねえぞ。そういうこともあんの。あったあったあった。ソナーは爆発でもない。消えな。うわ、インクショットダメージいいな。あの、イーダ？品揃えどうしてんだお前、イーダ。イーダ！あ、爆発だ。弱くなるんじゃねえかな。まあ、いっか。爆発だし。さあ、わざわざ金払って弱体化しに来たのか、俺は。イーダ！こっちの方が良くない？ソメック何しに来たんや。つうか、イーダ！お前どうなってんや、この品揃えは。スペシャル増加量。あ、これもあんのか。なおさら、サメくん。まあ、サメくん使いたいんだったら、爆風強化とか、なんかいろいろ入れたいよね。爆発のスペシャリストの時に、やりましょうよ。つまり、また今度だ。よっと。さあ。じゃあ、ちょんと行くぐらいでいい。邪魔しないでくれるかな。よし、オッケー。これぐらいでどう？オッケー。邪魔しないでおくれ。早い。これは記録更新したと思う。よしよし、スムーズだからね。現状1マップ1分はできてる。エリアを極力踏まないようにすれば。転がるフロア、これ時間かかるな。転がるはちょっとやばいかも。マップ地形にもよるんだが。あー、やっぱこれか。これは外れですわ。は？無理じゃろ。やってみる？とんでもなく時間かかるよ。やめた方が良さそう。おー、怖い怖い。だってあの上まで運ばないとダメなんですよ。さすがに遠いぜ。なあ。おっと、バッテリー君も少ないし猶予はないね。お、これでいくか。よし、大変くっそ大変。あ、でもいいポジション来たかも。もうダメ。これじゃダメ。 OK、最低限だから。どうよ。よし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 、オッケーオッケー。ほぼ使わなかったから、これならいいでしょ。さあ、そのタイムロスに見合う成果はあったのかな。まあ、ぼちぼちかな。塗りドローンゲージもいき、メインショット貫通いきましょう。これで貫通対象が増えて、集団戦で強くなる。いいね。オレンジはまだ埋めてない感じの項目も多いので、あ、これ楽ちん。超早いよ。腕の見せどころだね。うれ。おっと、まだ壊れてなかったか。さて、貫通するぜ。俺の射撃はよ。オッケー。貫通パワーよ、これ。今多分後ろのポータルにも多少傷が入っていたようですね。なので、これをぶつけるだけで倒せると。メイン射程上げていきます。にしてもそろそろ、ルーレット1回ぐらい抽選回してもいいかもな。ダブル狙いたいよね。全部埋めるならちょっとこのままいくと個数が足りねえ。これは楽な方のボール運ぶやつですね。よし。さて、吹き飛んじゃって。まあ運が良ければ入りますが、多分妨害されるだろうな。貫通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 。おお、邪魔邪魔。どきな。1個は入りました。ボールを好きはな、意外と手こずるんだよな。待て待て、貫通しろ貫通しろ。こら、そう、意外と妙な勢いつくことあるんで。よし、
できればポータル破壊系が早いかな。破壊が一番です。さあこれで半分終わり、時間的にもまあ半分ってところでしょうか。メイン射程とサイズどっちを取りますか。サイズでいこうか。当てやすくなるし貫通するしね。でメインショットのサイズってのはどういうことかっていうと、弾の周りになんかにじみみたいなの出るんですよ。それが判定になってるってことらしいです。ほらなんかそこそこにぶっといなんか謎のモヤがあるでしょ。これが今の弾の大きさになってると。貫通してるからすごい数字がいっぱい出てきますなこれ。まあちょっと今敵が多すぎるので分かりづらいが、というかさ、雑魚的に止められずにさトータル狙っていけるのは強いね。じゃあトルネードで終わりよ。よし、オッケー。やっぱポータル破壊はスムーズにいくから気持ちいいね。さあお金がまた溜まってきたが、おっとフルワリセットタイム。メイン射程トラブルきます。まあそろそろ出てくる頃合いだよな。あとは自販機に愛されるかどうかだよな。バッテン坂のフロア、あここまあ簡単、ドロップなし、余裕余裕で塗り半径強くなってるからこれでサクッと塗って、よしじゃあ行くか。貫通すっからよ、直線上に立てば一気にねじ伏せられる。よしいいね、オレンジでもまあ強いね。おれよしよしよし。エリア系は時間がかかる、延長だけは絶対にさせねえ。撃ち落としましょう。遅くなった敵へのダメージも加速している。弾も大きくなってるし、なんか戦いの小回りが非常に効く感じになっていますね。余裕、やっぱ強化ありってのも一番大きいんですけど、経験の量もあるぜ今の私には。爆発サイズが上がる、これまあ行くか。あんまり嬉しい感じではないんだけどね、まあ、お金も有限ですし、黄色は種類が多めだからきっと次は飯田さん微笑んでくれると信じていますよ。あーここな、ちょっとめんどくさいの選んじゃったかもな。リセット推奨じゃないですかこれ。でも40カウントで終わるっちゃ終わるよ。さあこういう時はここはもうね打って出た方が早いのよ。貫通だからか崩すの超早い。出てこいよ、ほらこれこれ今度そっちかな、早すぎたか。取っておこう、いいっすね制圧。よいしょ、これこれこれ、お前は逃がさん、お前だけは絶対に逃がさん。よしこう、さよなら。これこれ、さあこれはもうクリア確定ですね。意外と早かったんじゃない。そう、律儀にあんなところで待ったり塗ったりする必要はねえのよ。根こそぎリスポーンで狩るのだ。でそろそろボスも近づいてきたね。リセット、2個欲しいな。おメイン射程がカンストしますね。よしこれで射程がおよそ 2.3 倍になっているはず。何気に射程と貫通の兼ね合いが偉いと思う。ポータル壊せ、俺俺俺。さあ貫通するからよ、俺の弾はポータルを常に捉えるぜ。そしてそしてそして俺俺、早い、鮮やか。火力アップ取ってないのに強えな。貫通が偉いな、やっぱポータルはお手のものだね。さあ今回のボス誰だ。弾かな、集団戦かな。ああ集団戦の方か、まあいいでしょう。集団戦はちょっとテンポがな、もしかしたらですね
食い、早く来い。さあ圧倒的に塗りを広げるのは早い。とっととキルしてやるぜ。ここではまだスペシャルを使わない。早よ降りてこい。おっとインク切れちゃった。 OK。 さあ次次来るよ。打ち切る、生きる。よし出したの、いつ出したんだ。 OK。 さあ急いでスペシャル貯めてリスポーンで倒すんだよ。うれうい、リスキル。さあ残り2体だ。オッケー、インク量とか細かいところがしんどいな。オッケー、よし無理やりですがかなり捨て身にスピーディーに終わらせたぜ。残り10回頑張っていきましょう。ただあんまり世話しないとちょっと疲れてくるな。ゆっくり場を見たいところもあるが、この調子で行こうぜ。自販機行くか。俺を待ってる飯田、頼むで。お前笑ってるけどお前頼むで。もうタイムロスやからね、リセットも。頼むで、スマートに頼むで。オレンジやで飯田。やるやるじゃねえ。こういうのでいいね、こういうのでいいね。飯田頼むで。ありがとな飯田。よしちょっと高くつくな。こっから先はこれ以上やめておきましょう。また来るさ自販機、その時に一気買いする。でお爆発サイズ激ムズ、あーひっきりなし。あつうか左にだいたいエリアとかの傾向は書いてるんだよな。ってことはこれもエリアなのか。というかその辺考えてなかったわあんまり。というのも左のマーク汎用マークだと思ってたけど、あれ多分エリアマークっすね。よしほう、中途半端な動きしやがって。時間かかっちまうロスったぜ。貫通するから、俺俺俺いった。残りの敵はどこ行った。ノイズみたいなのが走ってる場所にいるはずですが、ノイズが見当たらない。困ったもん。いたな。オッケー、残り一体どこだ。頻繁に塗られますね本当。ですが貫通し、弾がでかいからこの2つの合わせ技はなかなか強力だぜ。オッケー、トルネードもお忘れなきよ。ちょっと時間かかっちゃったな。まあ仕方ない、エリアは避けていきましょう。お塗りドローンゲージ、これヤグラっぽいな、プロペラヤグラ。そう敵のマーク以外はあんま見てなかったのよ。よしでもこれ凄まじく登らなきゃいけないから。おパワーチップゲット、ありがたいね。あ降りちゃった。でも多分ここまで来るだろう。さすがにそこまでのエネルギーはなかったらしい。パワーあるんだろう、一気にいってくれよ。よしおれおれおれ、さあチェックポイント押すぞ。すいませんすいません、これ下から上に向かってたら2回も当たらねえかな。あるかもな。
ふう。うり。使ったか。登るのも大変だぜ。意外と矢倉って時間かかるのでは、シューターだと。意外とね、ローラーとかはコツコツ突撃すればいいから、早いんですよ。おい、おい、おい、多分これでいける。よし、オッケー。もう26分ぐらいですか？そろそろ。やばいね。これでも更新してんだよな。まあ、お急ぎで行ったからな。メインショット貫通。これは弾か。ほんとだ。なんか適当にさ、あれか、全部書いてたんだな。お前ゴリラプレイしすぎだろ。まあそのおかげか、好き嫌いせずに全部やった分、まんべんなく経験ありますよ。いいところもあるってこと、ゴリラプレイにも。そう、より好みしないゴリラ。行くぜ、シューティング。意外とパワーがない。あー、そこ段差かよ。だったら無理やり上げるさ。邪魔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 。オッケー。結果的に早く終わったな。よし、次ってなったら、ポータルのマークはどんなんだ。これか、ポータル。しかもスペシャル増加量でちょうどいいぜ。しかしながら階層的にはもう26なんですよ。って考えたら、飯田ちゃんのパワー借りないともう全埋めは絶望的ですね。頼むで飯田。ここ硬いな。おれおれ。よし、今度こっちか。おれおれおれ。貫通するからポータルは逃げられないぜ。よし、最後の1個どこだ。そっちか。見つけましたわよ。そして貫通する弾は逃げられないぜ、絶対に。ほらよ、終わり。やっぱポータルが一番爽快感あってええわ。で、問題は爽快感はよろしいのですが、飯田ガチャ次第だね、染めれるかどうかは。ワールドツアー終わっちゃったな。マジで超楽しかった。バッテリーもやべえんだよ。オーダーと戦った時の先輩の方がネリバースにアクセス可能な人でも無意識に干渉。大事な話してるとこ悪いが、そう、バッテリーは今回ね、わざと充電してません。というのも、そのぐらいの速さで終わらせようっていう意思の表れですよ。だからあれです、ここで充電切れたら僕は間がね悪くなっちゃうのよ。しばらく充電待機なんてしなきゃいけない。一番盛り上がるタイミングでよ。そう、ここは意外といっぱい伸びるからしっかり伸ばしておけ。そして貫通する弾で牽制。今回はすごく相性が良さそうだな。よし、ただ時間が長い。飛ばす飛ばす飛ばす。悪いけど、こっから先は出入り禁止よ。出入り禁止だっつってんでしょうか。やべやべやべ、出入りしやがった。お前いつの間に。やべ、完全に崩れた。やべ、こうなったら俺は何も強化してない 無力な存在なのだ。やべよやべよやべよ、そこの門だけは絶対に閉め直せ。やべやべ、危ね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 。これはこれでしんどいっすからね。またなんか無許可で入ろうとしてないか。やべえか、なんか嫌な予感する。入ってきてる入ってきてる。あいつだ、許すな。ほら、ちょっとしただけ塗りやがってよ、あのカス野郎がよ。暴言ですよ。時間かかるし、最悪のマップだなここ。はい、絶え間なく飛来する、通したくないフロア。これはもう NG 判定。はい。うん、塗りドローンゲージもいいけど、飯田、頼むぜ。飯田ちゃんタイム。ここで全部埋めてくれよ。オレンジだぜ。頼むぜ。もう残り3フロアしかないから、マジで。ここに全てがかかってる。
前回はここでいい引きなかったからリセットしたんやろうなって感じするし。なあ、いいだ、いいだ、いいだ、ああ、押せよ。わかりゃいいんだよ。でもほんとギリギリじゃねえの。全部買い尽くしたな。帰ろう。さすがにもう無理だ。でもいいのくれたね。よしよしよし、今回の飯田ちゃんは優秀だった。でもあと3個埋めようと思ったら、例えば爆発サイズ ×2 とかがないと1個足んねえわ。まあでもさっきのルーレット回しても買えないし、フロアのリセットも難しいで散々だったから選択の余地はなかったかな。いや、あったかな。もう1回ぐらいいけたか。つうか時間かかるやつじゃん。またこの人時間かかるの選んでる。射程長いからここからでも触れる。で、爆発の半径広がってるからか、なんか届いてるっぽい。上からあいつを倒したボーナスのやつが、こう、なんか来てたの。うれ、よし、いった。意外とスムーズにいってる。いや、オレンジ染めも強えな、意外と。いや、火力とか皆無ですけど。よし、でもなんか強え。まあ器用さはトップクラスですね。おいおいおい、消え失せろ、消え失せろ。よし、オッケー。何よりこいつを狩るのが早いのが偉い。射程トゥーンやね、やっぱね。さあ、オレンジ2個来たら勝ちなんだけど、違う。飯田、信じていいんか、飯田。飯田がもう一回チャンスをくれた。これは飯田に行けってことだよな。自販機にかける。2個くれ。2個くれたら埋まる。飯田、もうこれで出たらもうほんと飯田ちゃん大好きになる。出なかったらもう飯田、しかも最高の商品じゃねえか。ありがとな、飯田。よっしゃ、埋まったわ。間に合ったわ。よっしゃ。まあこれがまさかね、一色染めオレンジの紹介の機会も兼ねてしまうとは。うん、まあそのついでにシナリオも重大な局面に突入する。さあ、なんで何回もいろんな武器でボコられるのか、その真相を確認しに行きましょうか。こんにちは。にしても弾の四角形えらいことになってんな。さて、こんにちは。あ、来た、来たのです。さあさあ戦うのです。なんだか嬉しそう。どういうこっちゃ。これで10回目なんですけどね、最低でも。でかい、多分適当になったな、随分と肩書きが。さて、これさ、射程長いってことは反対側のポータルに弾届かねえかな。お、行ってんじゃねえ、これ行ってね、行ってるな。お手軽で話が早くていいね。よし、じゃあ塗りを広げつつトルネード投げて、つうかトルネードの範囲増えてるよな、やっぱ。よし、さあ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 、おれおれおれ、動くんだろ。だったら2つまとめて相手してやる。おれおれおれ、染めると強い。サイドオーダーの鉄則、動くな。よし、さあ割れましたね。
取れ取れ取れ。そろそろアウトだね。すげえ、こういうデコイ潰す時とかも超早いね。で、確かこの辺に出てくるから待機しましょう。あれ違う、思ってた場所と違う。じゃあちょっと超遠距離トルネードで勝手に壊れるでしょうよ。こうシャー君、その後ろを狙わせてもらうよ。いいね、これ倒し方に個性生まれるから楽しいんだよな。さて、ポイ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 、おれおれおれ、やべやべ、おれおれおれ、ちょっとやられちまった。シールド回復するまでしばし待たれよって思ったけど勝手に終わっとるでよ。じゃあほいほいほい、ういほい、おれおれ、届くぜ。届いてないぜ。え、あ、ここダメなん？めっちゃやり直し、わー、タイムロスだ。許して許して、カットしろよ、カット。やだ、なんかなんかやだ。畜生、1ミスしちまった。何やってんだよ。このやらかしの恨みは深いぞ。とんでもねえロスだ。くそ、あんなに判定あったのか。それ自体が初耳だぜ。クレスターか。これ以上はまずいよな。おれおれおれ、その奥を狙っている。クリーンヒット。さっきはよくも、そうか、この距離で戦えばさっきの攻撃は飛んでこないな。うー、こっから行こうぜ、こっから。よし、結局出すんかいって思ったけど、よし、隙間から当たったようだね。何回目だろうこの絵面。ロスだったらヒーローモードのボスとかをこっちによこしてもいいんだぜ。で、どうなるかや。さあ、じゃあもう帰っちゃうですか。再設定が必要なパレットはまだ残っているはず。きっとまた来ることになるよ。その時はまた立ちはだかるのです。楽しみに。ま、なんでもない。こいつ寂しいだけなんだろうな。というわけで一色染め、一回やられちまったけどボーナスはやべえことになっていますね。獲得。まあ、ボーナスとかは載せてないからこんなもんですが、よし。ロッカーの鍵、ラスト1個をゲット。さあ、開封。おっしゃ、ロッカー消えちゃった、寂しい。ハチのパレット。ロッカーが鳴ったのか。なるほど。待ってください。ハチさんのパレットですが、どうやらハッキングとの相性が悪い。ハッキングを進めれば進めるほどセットできるカラーチップの数が少なくなってしまう。面白いじゃん。なるほど。